華教員、久しぶりだ。もしかして丈太郎なのか。お前にもう一度会えてよかったぜ。どう見たって僕より年上だ。一体どういうことなんだ。丈太郎、成長したお前を見せてもらうぞ。やっぱりお前は態度がでかい、アブデル。少なくともあんたをぶちのめせるほどに成長したみたいだぞ。相変わらずのパワーとスピード、丈太郎さすがだな。待て、イヒ、俺だ。丈太郎のやつ帽子を変えたのか。またガムをくっつけてやるぜ。こいつ、攻撃と同時にガムをくっつけてくると、やはりただものじゃねえ。ついでに帽子に照らして髪の毛もむしってやるぜ。懐かしい、ボルナレ。あんたまさか丈太郎か。お前は気づかないと思った。嘘だ。おい、どう見たって俺より年上だぜ。年を取って少しは落ち着いたようじゃの。くっ、いい年して浮気するような奴にだけは言われたくねえぞ。わしは生涯妻しか愛さないなどと成人のようなセリフ吐いとく。やれやれ。わしが浮気じゃと？めったなことを言うな。わしは生涯妻しか愛さないと誓っておるんじゃ。まだ貸してるものがあったようだな、ディオ。丈太郎か。多少年を取ったようだな。返してもらったぜ。今度間違いなく。お前の鈍ったその動き、まるで止まっているようだった。